どうもお疲れ様です。田口スポーツです。このね、グローブの修理を受けたまってですね、ちょっと僕が多分生まれる前のグローブだと思うんですけど、お客様はですね、もうこのグローブダメだからって言って、あのグローブを買い替えたいっていうことでいらっしゃったんですが、私としてはですね、この革のツヤといい、分厚さといい、破れてないっていう感じといい、そしてすごく手に馴染んでるといい、すごい良いなと思ったんで、ちょっと修理しますと。で、あのグリスが飛んでるんですね、今の状態ですとこういう感じですね、なので、このいただいたグローブというのを、バッチリですね、使える状態にしていきたいと思います。ということで、今ですね、修理してきました。一応ね、この色って実は言うと単の色ではなくて、原色はもっと違う色だったんですけど、それがですね、色が抜けてこのような色になっていると。なので同色の紐の色はなかったんですが、紐交換と、あとグリス補充ですね、ピシッとこう肩もつけてきました。で、さっきはこうペタンとしてたんですけど、こんな感じでほら形はできてますん でね、しっかり真ん中で取れるように肩をつけました。で、このグローブなんですけどね、すごく可愛いんですけど、この辺のパイピング、僕が生まれる前なんでちょっとわかんないですけど、パイピングはこう玉はみというか、こうビニールみたいなのにもかかわらず、この辺の革がすごく良くて、これはいつぐらいのグローブなんだろうなというのを、ちょっと調べてみようかと思うんですけど、クレストハイドのマイルド、イージーポケット、ワールドウィン、ワールドウィンか。そうかそうか。なのでやっぱりこういうグローブ見るとどうしてもですね、修理した方がいいって言いたくなるんですよね。私は多分この頃だから日本で作ってたんじゃないかなと思うんですが、必ずですねこれで取れるようになりますって言ってたんで、多分喜んでもらえるんじゃないかなと思います。ではですね、今日はこの辺でお疲れ様です。皆さんも何かね、修理のあればぜひとも一度ご来店ください。